事副委員長。民主憲政会の福地元博でございます。本特別委員会はですね、タブレット端末を試行的に導入をしているということで、この質問原稿もですね、ちょっとタブレットでできないかということで試行的にちょっと使わせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは早速5号線のことには触れずに質問に入らせていただきたいというふうに思います。まずインクルーシブ教育についてお伺いをさせていただきます。県教育委員会では児童生徒一人一人の学びの在り方に焦点を当て、すべての児童生徒の主体的な学びの実現に向けて、イーナープランをはじめとする子どもの多様性を前提とした教育プログラムや実践的な事例を参考として、個人の進路や能力関心に応じた学びの場づくり、異年齢、異学年集団での共同学習の促進など、個別の状況に応じたカリキュラム等の在り方について、調査研究を行うこととしておられます。イーナープラン教育の特色の一つは、年齢や国籍の違い、障害の有無にかかわらず、多様な子どもたちがお互いを尊重しながら、共に学び合うというものであり、インクルーシブ教育の考え方を取り入れたものであると考えます。現状、障害のある子どもは本人や保護者の意見を尊重しながら特別支援学校へ通うのか、一般の小中学校の通常学級あるいは特別支援学級に通うのかを市長教育委員会が総合的に判断をするということとしております。しかし実際には特に重度の障害がある場合には、一般の小中学校に通うことは非常に困難であり、本人や保護者が望んでも、学校側の受け入れ体制が整っておらず、やむなく特別支援学校に通うこともあるとお聞きをしております。文部科学省がインクルーシブ教育の方向性を打ち出している中、障害を持つ児童・生徒が地域の学校に通うことを希望する場合は、それが叶うようになるべきと考えますし、そのためにはさまざまな環境整備等も必要になろうかというふうに思われます。県教委としてインクルーシブ教育の在り方をどのように認識しているのか、また今後どのようにその実現に取り組んでいくのか、教育長のご見解をお伺いいたします。教育長。インクルージブ教育は、人間の多様性を尊重した上で、障害のある子どもと障害のない子どもができるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきものであると認識しております。その場合には、それぞれの子どもが授業内容が分かり、学習活動に参加している実感、達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身につけていくことが必要であります。障害のある児童・生徒等の就学先の決定につきましては、ご承知のとおり、子どもの可能性を最も成長させる教育が行われることを前提に、本人・保護者の意見を最大限に尊重した上で決定しております。その際には、障害の状態、本人の教育的ニーズ、専門家からの意見、学校や地域の状況等を踏まえて、市長教育委員会が総合的に判断しております。最終的には本人保護者の理解を得て合意の上で就学的決定がされることが望ましいと考えております。県教育委員会といたしましては、さまざまな視点を踏まえて適正な就学的決定がなされるよう市長教育委員会に対し指導を助言するとともに、すべての学びの場において特別支援教育における教員の専門性の向上を図るなど、その環境の整備にも取り組んでまいります。副委員長。副委員長。はい。総合的に判断をして、できる限り環境の整備もということで、ありますけれども、やはり、
特に重度の障害児、この、まあ、学びも大事だけれども、実は暮らしも大事だと思っていますし、それが基本だと思います。で、まあ、あの近年災害が多発する中で、やはり災害が起こったときに障害児あるいは者というのは要援護者になるわけですよね。で、特別支援学校に、まあ、バスで部員と、通う、そうするとなかなか地域の目というのが届かなくなっていく、むしろ地域の学校に、まあ、障害ある中で通う、それを、まあ、子どもたちあるいは地域の方が、まあ、見守りをされているわけで、そういう認識を地域全体で何かあったときには、その彼らに対して援護をしていかなければいけないんだという認識を、まあ、持ってもらうということも非常に重要だというふうに私は思っております。まあ、なのでできる限り地域で、まあ、それはもちろんご本人あるいは保護者の希望が最大限、まあ、叶えられるということが前提だと思いますけれども、それを両方比べたときに、例えば地域の学校と特別支援学校を比べたときに、やはり、ここの学校じゃちょっとうちはの子は無理だなと、なので最初から特別支援学校だなというふうにどうしてもなりがちなのではないかというふうに思っています。なのでできる限り、地域で、まあ、の環境をですねしっかり整備をして、いただく中で、どちらに通わせても大丈夫だと、その中で、どちらを選ぶかという、そういう選択がしっかりとですねされるように、まあ、インクルーシブ教育、まあ、進めていこうという方針もありますので、できる限りそういう応援をですね、市長教育委員会に対して、していただくように、要望して、次の質問に行かせていただきます。続いての質問は、発達障害児者への支援について、であります。本県内において、子どもの発達障害を診療する医療機関で初診の予約が数ヶ月待ちとなっている状況が続いております。県としても発達障害の認知度が上がり診療ニーズが増加する中、身近な地域で診療を行う医師が不足をしているとともに、医療機関相互の役割分担と連携体制が構築できていないことなどが初診待機期間長期化の要因と分析をされております。また昨年度からは地域の医師を対象に発達障害の臨床を学ぶ媒積研修を実施して、発達障害の診療ができる地域のかかりつけ医を養成するとともに、専門医とかかりつけ医の連携体制の構築を図られております。その取り組みは評価をいたしております。しかし子どもが発達障害なのか、またどのような特性の障害なのか、これが分からないまま何ヶ月も待たされる保護者の心情を察すれば、少しでも早く診療して適切な療育あるいはトレーニングを受けさせることができるよう取り組みを加速すべきと思わざるを得ません。そこでこれまでの県の取り組みによって発達障害を診療できる医師数がどれくらい増えたのか、初診待機期間がどの程度短縮したのか、さらには今後の見通しについてお伺いをいたします。健康福祉局長。本県におきましては、発達に課題のある方ができるだけ身近な地域で早期に適切な診療や助言を受けられるよう、専門医や初診対応を行うことができるかかりつけ医を県医師会と連携して養成するなど、平成29年度において平成27年に比べまして11人増の158人の医師が診療に従事しているところでございます。また医療機関相互の役割分担と連携を進めるため、地域の拠点医療機関における媒積研修を通じてかかりつけ医と専門医の連携体制の構築に取り組んでいるところでございます。こうした取り組みにより、一部の医療機関からは待ち時間が短くなったという声をいただいてはおりますが、診療ニーズが高まっていることから、引き続き専門医やかかりつけ医の要請などにより、発達障害の早期把握、早期支援につながる医療支援体制の充実に努めてまいります。副知事副委員長。まあ、一部で短くなったということでありますけれども、まあ、実質的にほとんど変わってないよという答弁ではなかったかとい
というふうに思います。そうじゃないようでしたらもう一度答弁お願いします。原稿副支局長。はい、すべての医療機関というわけではございませんけれども、いくつかの医療機関におきましては、例えば、2ヶ月待ちだったのが1ヶ月になったりだとか、1ヶ月待ちだったのが診療体験なくなったとかいったような報告も受けているということでございますが、すべてが短くなっているわけではございません。委員長。副委員長。局長もご承知のとおり、やはり特に発達障害児の方は早く障害の内容、中身というか特性とかいうのが分かることによって適切な療育トレーニングというのを受けることができ、そのことによってその発達その子の障害児の子どもの発達も大きくその後の変わってくるというふうに、その適性に応じた特性に応じた療育なりトレーニングを受けるといい方向に向かっていくということはもうご承知の通りだと思いますし、だからこそ早く一刻も早く受けさせて、親保護者も受けさせたいと思いますし、そのことは非常に重要だというふうに思っておりますので、取り組みまだまだ時間もかかることであろうかと思いますけれども、できる限りそれぞれの地域でですね、発達障害の診療が受けられる医師の要請等を取り組んでいただくように要望して、次の質問に行かせていただきます。続いての質問は、地域医療情報連携ネットワーク HM ネットについてであります。県は使いやすさを向上させるため、電子お薬手帳と連携するシステム改修や開示情報拡大の取り組みを行った結果、HM ネットへの参加施設数は増えてきてはおりますが、平成30年度、1200施設の目標に対し、749施設と参加はまだ進んでいないと言わざるを得ない状況であります。今年度、県は集中的な加入促進に取り組むとともに、HM カードの取得を促進することとしておられますが、現状の参加施設数について、また参加状況や HM カードの取得状況に対する県の認識についてお伺いをいたします。原稿副支局長。広島県医師会と本県が運営する HM ネットは、治療内容や検査結果、投薬情報などを医療機関等で共有することで、患者さんが効率的で適切な医療を受けることができるシステムであり、HM ネット登録時に発行される HM カードは、血液型や服薬、アレルギーなどの情報を登録できる機能も備えており、災害、救急や災害時にも有効な ID カードであると考えております。このため、昨年度から呉地域を重点地域に定めて、加入促進に取り組んだ結果、新たに呉医療センターが加わり、主な基幹病院の情報開示が実現し、今年度、呉地域を中心として18施設の新規参加があり、参加施設は現在753施設となっております。また、廿日市地域におきまして、HM ネットを活用した胃がん内視鏡画像のダブルチェックのモデル事業を行っており、他の市町においても導入を検討する動きが出ていることから、こうした成功モデルの横展開にも取り組んでいるところでございます。HM カードにつきましては、関係団体の協力も得ながら普及を図った結果、昨年の末から約6000人増加し、現在約4万3000人に発行をしております。引き続き、参加施設の加入促進や、県民の皆様の利用拡大、方策についてさらなる検討を進めてまいります。副事副委員長。HM ネットは臨検のシステム互換性ないとかいう課題もありまして、そういったところに多大な経費もかかってくるんじゃないかというふうに思っております。HM ネット導入当時に比べて今情報通信技術も大きく進歩して、低コストで県内のみならず県外からも情報を保持したり開示したりできるシステムもあるのではないかと考えます。そうしたシステムへの移行などについても併せて検討していく必要があると考えますが、ご見解をお伺いします。原告支局長。先生ご指摘通り、近年の情報通信技術やデジタル環境は飛躍的に進歩しておりまして、厚生労働省におきましても最先端技術の導入を可能とする環境整備のほか、
健康、医療、介護のデータの収集や有機的な連結、およびその利活用の取り組みを進めるなど、データヘルス改革が推進されているところでございます。本件におきましては、こうした動きを注視しながら、情報通信技術の活用策について、医療現場のニーズ把握など、関係者の意見も聴取しながら、より効果的で効率的で安心して医療を受けることができる体制整備について検討を続けてまいります。委員長、副委員長、はい、しっかりと検討していただければと思います。最後に待機児童の解消に向けた取り組みについてお伺いいたします。本年4月1日現在、県内の待機児童数は128人、うち広島市の待機児童数は36人ですけれども、希望の保育所に入れず預けるのを諦めたケースを含む入園希望児童数は798人という状況でありますし、県内の他の市町においても同様の事例が数多くあるものと考えられます。県は昨年度、待機児童の解消に向けて認定こども園や保育所、小規模保育事業所の整備にかかる補助事業等を行っておりますが、待機児童の解消には至っておりませんし、県全体としては待機児童数が減少したものの、地域によって増加したケースに対応できておりません。そこで、県はこの認定こども園や保育所の等の整備状況について、また保育士の人件費相当額を補助する事業等の待機児童解消への事業効果について、どのように認識しているのかお伺いいたします。原告支局長。本件におきましては、市長と連携して、計画的な施設整備により、昨年度、1412人分の保育の受け皿を新たに確保いたしました。また、昨年度から実施をしております、1、2歳児受け入れ促進事業において、保育施設に対し人件費相当額を補助することで、約500人の児童の受け入れ増加につなげるとともに、これまで実施している保育士人材バンクにおいて、昨年度は268件のマッチングを行うなど、保育士確保対策を積極的に進めてきたところでございます。こうした取り組みの結果、待機児童数が前年度の207人から79人減少したところであると認識をしております。副地副委員長。はい、はい、潜在的待機児童数はまだまだ待機児童の何倍も何十倍もいて、年々増えているような状況でございますので、まだまだ対策を行っていかなければならないと考えます。さらに本年10月から幼児教育保育の無償化実施によってさらに高まると考えられる保育ニーズにもしっかりと応えていかなければならないと考えますが、待機児童解消に向けて今後どのように取り組んでいこうとしているのか、知事にお伺いをいたします。湯崎知事。県民の皆様がいつでも安心して子育てができる環境を実現していくためには、待機児童の解消に取り組むことが大変重要であると認識しております。待機児童の解消に向けましては、無償化の影響によって待機児童の大半を占める 1、2歳児の入所ニーズの増加が見込まれており、これまで以上に保育士の確保が課題となっております。このため本件といたしましては、保育環境の整備として保育所等の整備を市長と連携して進めていくとともに、引き続き保育士等の処遇改善や入所調整を行う保育コンシェルジュの配置に取り組むほか、今年度から新たに開始をいたしました育児中の潜在保育士の早期復職につながる保育料の軽減や保育士離職時届出制度などによりまして、保育士の確保を積極的に行って待機児童解消に向けて取り組んでまいりたいと考えております。副地副委員長。はい、ぜひ、待機児童の解消を、いたちごっこといいますか、なかなか解消ゼロというのは難しい状況かというふうには思いますけれども、ぜひ、しっかりと取り組んでいただくように要望をしておきます。今回の決算特別委員会、さまざまな意見、ご指摘を各委員の皆さんからされたということで、ぜひその指摘に対してですね、真摯に対応をしていただくようにお願いをし、今回の決算、我が会派としては認定に賛成ということを表明をさせていただいて質問を終わります。ありがとうございました。